150キロのデブは食べ物の匂いで目が覚めるのか。無理だよ、そんな。食べ物を用意した時点で起きちゃったので失敗しました。結果0秒。食べる、きょうちゃん、ウインナー。なんでウインナーなの。いや、美味しいじゃん、ウインナー。寝起きでこんなウインナー渡されんの俺。そうだよ。いや、本当はさ、うん、あのさっきまでガチで寝てたじゃん、うん、でさ、ちゃんと用意してさあ取るぞっていう時にさ、きょうちゃんウインナーの匂いで目覚ましちゃったからさ。失敗しました。では皆さん、また次の今日一郎の睡眠までアデュー。